じゃあ、ラッキンオーサムフルマット丸山です。これからねスパイダーマンを見ていきたいと思います。昨日夜中に、ファーフロムホーム、ちょっと予習してねテンションをね上げていきました。いやちょっとどうなるかっていうとこなんですけど、今は1月7日20時42分です。ちょっともう間もなく着きますね。いやーちょっと緊張してきたな。終わるからね。あ、そんな感じで東方シネマズ見えてきました。じゃあ後ほどお会いしたいと思います。じゃあ、帰ってきました。いや良かったです。本当に良かったです。良かったっていうかもう、うん、すごかった。本当にスパイダーマン見てきて良かったなっていう、今までっていう作品になってましたね。で、もうあるシーン見たらもう映画館で2回目ぐらいのもうありえないぐらいおえつが止まんなくなっちゃってってなっちゃって過呼吸気味になっちゃって、ちょっとすいません。ほんと前の座ってたあのね少年もこっち見てたな。ちょっとごめんね、ほんとにすいませんマジで申し訳ない。ちょっとほんとおえつが止まんなかった。いやーすごかったな。なんだろう、まず最初ねデアデビルが出てくるじゃん。じゃあ今回はまあ敵の数が多いっぽいからね、予告見たら。デアデビルとストレンジとスパイダーマン3人で戦うのかなと思ったら違ったよね。いや、すごかったわ。違ったわ。全然違うやつになってた。まさか。いや、出てくるのはなんとなく予想できたけど、もう本当に出てくるとは思わなかった。しかも3人に揃うとは思わなかったし、アンドリュー・ガーフィールドがこう、ネットがこう開いたらつって走ってくると、でゲートくぐったらあちょっとでかいなってなって、マスク取ったらアンドリュー・ガーフィールドだと。ねーもうね初日だったんでもうつって拍手を起きまして、もう拍手を起きてってなっちゃってあー過呼吸ってもうおえつが出ちゃってもう大号泣しちゃって。アメージングスパイダーマンってもう報われない作品だったじゃないですか。すげえ面白かったのに普通に、まあ、トビー版はもうサムライミの映画として、サムライミのスパイダーマンとして面白いところだし、まあ最初のねやつだしっていうのがあって、アメージングスパイダーマンでちゃんとあのおしゃべりなスパイダーマンで機会があるスパイダーマンっていうのを初めてやった、まあ、コミックに近いものを初めてやったっていうのがアメージングスパイダーマンだと思ってるんです。で、なんでそれなりに好きだったんで、で2で終わったでしょ、打ち切りで。まあその報われなさがついにここで救われたというか集客されたというか、もう良かったです本当に。いやーよかった。ちょっと最初かな、まあ、順を追って説明できないね。まだ1日朝になってちょっと昨日の夜考えたり、パンフレットも読んだりしてまあ他の YouTuber の人のとか見たりしたんですけど、でもまだまとまんないね考えが。ピーター、うん、ややこしいね。トム・ホランド版のピーターのなんか子供っぽさがより強調されてますね、前の2個より。同じことに対して違う選択をするっていうところで、ここの成長をより促すために、前半がだいぶ子供っぽく描かれてるという感じでしたね。あとはジョーズショットかな、あのお決まり、ハリウッド映画だとお決まりのもうジョーズショット出ましたね。こう人物はサイズ変わらなくて背景だけどんどん広くなっていくっていうジョーズショットね。
なんか重大なことに気づいたりするときに、使われますね、上手ショット。で今回だと、ゴブリン。グリーンゴブリンが、まあ、二重人格で、悪い人格になったときの気づきとして、上手ショットが使われましたね。あとさ、三人、ピーター三人揃ってのは、無駄話のところ。回線前夜。無駄話。あそこが良かったんだよね。やっぱピーターっておしゃべりだから、ああいう無駄話やっていいじゃんっていう。あと、まあ、なんつうの。飛び板ピーターの、体内から出るっていうとこ、下りの疑問感ね。疑問感ね。まあ、そりゃわね、なんでってなるよね。知らんしっていう。有名ですけど、射精のメタファーって言われてるじゃないですか。サムライビバンのやつは。だから、アンドリュー・ガーフィールドの顔に、トビーバンの糸が顔にかかって、グロースって言うっていうね。気持ち悪いよな、それはな。グロースで済むぐらいの気持ち悪いさじゃないんだけど、人の精子かかるってね、相当気持ち悪いんだけど。まあ、あと、このホーム三部作って、ベンおじさんが出てこないじゃないですか。まあ、だから、まあ、ベンおじさん死んでて、だから、もうその、ベンおじさんが死ぬ時の段階で、セリフを言ってたと思ってたんですけど、違いましたね。名おばさんが、セリフを言って死んでいくと。あ、そうだったんだ。ってことはですよ。ってことは、この作品がオリジンっていうことになるんじゃないかなって思いましたね。トム・ホバンのオリジンがこれになったという話になってるんじゃないかなと思ってます。だから、ホーム3部作は全部で1個の作品になってると。だから今回子供っぽく描いてたし、前の2作も、メンターみたいな人が出てくると、まあ、アイアンマン出てくる、ニックフィールが出てくるというところだったんだというのが、強調されてたというか、まあ、そう思いましたねというのと、まあ、前の2作は、アイアンマンの、敵というかアイアンマンに対して恨みを持った敵なんですね。バルチャーもニューヨーク襲撃の、廃品回収をやっててその仕事がなくなって、トニーに恨みを持ってた人物だと。でその後のミステリオスね、ミステリオもホログラムのアイアンマンで出てきたホログラムだったっけか、あれホログラムの技術をけなされたと。でクビになった。なんならもうチームミステリオ、チームミステリアもみんな、恨みを持ってる人たちですね。トニスタ君、今回初めて、スパイダーマンの敵とスパイダーマンが対峙するという作品になってます。それもだから集大成というか最後の最後の作品であるがゆえというか、それも面白いなと思ったポイントですね。出てきちゃってさ、2人が話また戻るけど、スパイダーマン3人揃っちゃってもうね、もうそっからあんまちゃんと見れた記憶がないんですよね、正直。なんかほんといろいろ思い出しちゃって、まあ確か親父と見に行ったと思うんですよね。トビーバン。ホームカミングを友達と見に行って、友達ん家まで歩きながら感想を言いながら喋ったのを思い出すし、なんかこの20年がフラッシュバックするっすね。あのシーンは。集まったシーンがね。もう、これ以上のものは作れないと思います、今のところ。これよりすげえのって作れんのかな。まあ、ちょっと突っ込みどころがあるにはありますけどね、やっぱね。ネットこれ、どこで見た？お前すり上げ方どこで見たんだとか、まあ、あるっちゃあるけど、1日経ってみたら。まあでもまあよかったよ。まあこれ、その三人を揃える。これをやったことが偉大すぎるから。絶対無理だと思ってたし。
なんならアメージングスパイダーマンに関してはもうないものとして扱うんだろうなと思ってたし、今回のスパイダーマンは、スパイダーマンっていうキャラクターが持ってる、テーマが映画になってますね、これ。救済っていうところと、あと大いなる力には大いなる責任が伴う。これをずっとやってる、この2時間半通して。ずっとやってる映画です。救済ってところ、この救済に関しては、スパイダーマンシリーズ、2002年からあるスパイダーマンシリーズ全部を救済する作品です。これがすごいです。まず、ヴィランも全員救うと。端から端まで。ゴブリンまで救うというところですね。っていうのと、まあ、嬉しかったのはオクトパス。スパイダーマン2のオクトパスが、まあ、正気になってこっちの仲間をしてくれるというところですね。あれは嬉しいね。本当に。だってそんな人じゃなかったもん。ドクターオクトパス。そんな人じゃなかったのに触手に乗っ取られちゃったっていう。そこも良かったですね。あとエレクトロね。エレクトロが正気に戻されるじゃないですか。オクトパスにエレクターを捕らえて。エレクターじゃねえや。アークリアクターか。を捉えて、賞金になると。なって、アンドリュー・ガーフィールドと喋る。ところで、ちょっとなんか伏線みたいな貼ってましたね、またね。これはまだ広げる気なのかっていうね。もう、3D と実写が一緒になりだしたら、もうやばいですね。楽しみすぎる、今後。うん、もう一個、救済で言うと、人命救助が、やっぱりスパイダーマンの魅力ですね。人命救助シーンですね。今回も冒頭のね、オクトプラスの部分で、やってますね。MIT の副学長だったっけな。それを助けるというところですね。うん。まあ、そういうのは、まあ、前のホーム2作でもやってましたが、ヒロインを助けるっていうところ、落ちるヒロインを助ける。これはスパイダーマンの、お決まりのシーンですね。これがやっと出たっていうところですね。これは本当に嬉しいですね。しかも救われるっていうね。アンドリュー・ガーフィールドの手によって救われるっていうところ。これがまた素晴らしいんですね。エマ・ストーンが、アメージング・スパイダーマン2では、間一髪間に合わなくて、殺してしまったと、グエンちゃん。殺してしまったっていうところ。で、まあ今回は救うと。そして、もう帰ってこない。グエンちゃんを思うというところですね。あったかい。本当に良かったね、救われてね。本当に良かったです。アメージングスパイダーに関してはね、本当に良かった。お決まりのシーンがありました。MJ を、作ったっていうところで言うと、その、トラウマですね。各スパイダーマンが持ってるトラウマを少し心の重荷が軽くなるような、演出がありましてね。トビー版もグリーンゴブリンが死んでしまったことをだいぶ後悔していたと。親友の父親を殺してしまったと。そこを後悔していたわけですね。で、そこを、殺そうとしていた自分のこの世界の自分。言うなら、もう、まあ、そこは、まあ、自分で手下してないけど、スパイダーマン1だよね。まあ、でも自分の生き写しというか、過去の自分みたいに見えてるような気がしますね、あそこは。で、止めると。自分が支えてもいいから止める。そこもまた救済のテーマの一つだったと思います。もう、仕事の電話来ちゃったよ。はい、テーマは終わりました。そうです。まあ、救済っていうテーマがあるというところです。で、もう一個、大いなる力には大いなる責任が伴う。これを
ずっと繰り返してるっていうところなんですけど、まあ最初のまず記憶を消そうというところ全員のに後からピーターがいろいろ注文してってぶっ壊れちゃうっていうところ、それももうなんかもうまんまですよね。覚悟を持ってないんですよね、あの時のピーターって。魔術失敗してお前掛け合ってもねえのか、大学に掛け合ってもまた携帯になっちゃったよ、お前大学に掛け合ってもねえのかっていう叱られると、まあそこの子供っぽさが出てるのと同時に、そんな責任というか、なんだろう、自分で何もしてないのに大人というか人を頼るのか、それですね、で、いろいろあった結果名誉おばさんを失ってしまうと。結局名誉おばさん、名誉おばさん診断に関しては、まあ大元はミステリオのせいだけど、まあピーターのせいですよね、あれは。大いなる力には大いなる責任を伴うっていう言葉の本当の意味はそこで知るというところです。で、まああとスパイダーバースも、まあマルチバースものでしたもんね。あれとはちょっと違うのは、まあテーマ性が違うっていうところかなと思ってます。で、スパイダーバースのテーマとしては、まあ、最後にそれっぽいこと言ってたけど、まあ誰でもヒーローになれる、ヒーローってのは、まあ、能力じゃなくて、気持ちというか、救いたいという気持ちなんだっていうところですよね。まあ、それがスパイダーバースのメッセージだったと思うんですが、今作はメッセージというか、まあ、テーマか、救済と大いなる力には大いなる責任が伴う。この違いだと思ってます。まあ、あと良かったのがさ、あの3人並んでさ、こう、シューって来るじゃない。あそこよ。あそこのさ、まあ、古い順に出てくるじゃん。トビー、アンドリュー、トム・ホーつって出てくるじゃん。トビーのポーズがさ、これだったじゃん。超クラシックなあれ。もうみんなポーズ違ってる。って。あれで出てきたのが本当に嬉しいっすね。あ、てか、その前の CM とかでも使われてた3人のヴィラン、こう、バーって言って、こう、こうか。こう、向かい合うシーン。あそこ CM の時は消してたもんね。3-3で言ってたもんね。あそこ消してたんだと思って。オクトパスのね、トビーにかける、大人になったな、つって。そうなんだよね。そうなんだよ。年取ったんだよ、俺らも。ラストの、なんだ、あれは。ね、記憶消されて、みんな、MJ とネットが、喫茶店、ドーナツショップにいると。で、声かけないっていうね。あそこが成長なんだよね。だから、思い出しても、思い出さなくても、ちゃんと説明しきっちゃったら、自分がピーターっていう人間でっていうのを、言い切っちゃったら、成長しなかったことになっちゃうんですよね。あそこで言わないポケットにセリフをしまうと、あそこで成長が感じられるという、最初の、注文つけまくった、記憶消し大作戦からの成長が見えますね。そんで一人暮らし始めて、で、お手製のコスチュームでスイングしていくと。またあのさ、コスチュームもさ、超ベーシックなやつ作ってきたからね。初めて借り物じゃない、ものを着てるっていうところなんですよね。あのそこは人のものじゃない、だ補助輪が外れたっていうところですね。あそこでトニー・スタークの補助輪があそこで初めて外れた瞬間なんですね。あそこはもう超クラシックなねスーツでね、めちゃめちゃ上がりましたね。あそこ結局一番最初のスパイダーマン像みたいなところに戻ったんだよね、青春学園ものから。だからあそこようやく補助輪が外れて自立したというところで、やっぱりホーム3部作は3作含めてオリジンだったっていう話なんですよね。あそこは、あそこを見るとより強く思いますね。はい、まあちょっとそんなところかな。もうアンドリュー・ガーフィールドの衝撃が強すぎてちょっとマジで覚えてないっす。なんで、また見るね、公開中。ちょっととりあえず、1、2、3。で、アメスパ1、2。
ホームカミ1、2、7作見てからもう一回見ようかな、うん、本当にありがとうございました。上松ナイトゾコメントお願いします。あとチャンネル登録もよかったらお願いします。それじゃあまたお願いします。